はい、どうものんじです。アイリスです。はい、ということで今日はですね、はい、お客さんからお荷物が届いたので、はい、届いたものを紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、一応大きい段ボール2つね、のんじさん宛てと、はい、アイリスさん宛てと2つ送っていただきまして、はい、でアイリスさん宛てに届いた段ボールをちょっとね、スカイプ越しでちょっとね、はい、中身が同じなんだけども、ものがすごくたくさん入ってたので、はい、うん、はいはい、ちょっと紹介していこうかなと思います。はい、はい、本当にね、たくさん送っていただいてありがたいです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、もう熊本 の、 お客様から届いた贈り物なんですけど、ね、私ちょっと食べちゃったんですよ僕も食べちゃいました食べちゃいました。はい、食べちゃいました。そうですよね、11月の頭ぐらいに届いたんですよね、はい、確か。はい、そう、ちょっとタイミングが合わなくて、ね、動画撮れなくて、ちょっとつまみ食いしちゃったんですよ。アリさん、なんかちょっと画面に映してもらっていいですか。はい、ですね、全部名物のもの、はい、いろいろ送ってくれて、そう、美味しかった、これ。あ、美味しかったです。私ね、うん、まだ受けてないんで我慢してるんですよ。高菜のお茶漬け。そう、お茶漬け。うん、最近もなんか風邪で、うんうん、ずっとなんかね、食べ物も喉通らないんだけど、うん、お茶漬けがなんかスルスル食べれて。ああ、じゃあ重宝したんですか。はい、重宝しました。ありがとうございます。本当に。本当美味しそう。はい、あとこういう。お味噌汁の具、これも、ね、国産野菜の、はい、でこれもなんか良さそうですね。そう、うん、あとはこういう食べた食べた食べた、しっかり全部食べた、美味しかった。美味しかった、いいな、私全然我慢してた美味しかった、我慢してたんですけど、はい、あとはこういう馬肉、これなんかすごい美味しそうじゃないですか。これね、めちゃくちゃ美味しかった。もうお酒が、うん、飲みたくなりましたね。はい、しっかりくまモンがね、そう、僕家族と一緒に食べたんですけど、みんな、なんで我慢しないんですか。私我慢してた。もういや、もう我慢できなかったですね。美味しかったです。はい、あとこういうドーナツ、これね、食べてないんだよね。あ、そうなんですね。子供とか奥さんが多分これ食べちゃったかなと思ったけど。おお、はい、これも美味しそう。JA、あ、うん、そっか、これもいいですね。あとはこれ、なんだっけ、あー、ピーナッツの、そうですね、入りたてのピーナッツと醤油風味豊かなあられをミックスした、そう、うん、甘辛い感じですかね。もうなんかね、歯が取れそうなぐらい硬かったんだけど、めちゃくちゃうまかった。これもなんかおつまみ、そうそうそう、あ、けど、うん、そうだね、あ、甘くてね、これも美味しそう、うん、もういいですね。あとはね、これ、これ私ね、実はちょっと中食べてみちゃったんですよ。なんだっけこれ、これなんか羊羹、ちょっと開けてみてもらっていいですか、すみません、なんかなんだろうみたいな。これね、すごい上品な感じで、私
関東に住んでるんですけど、こういうお菓子、はい、私は見たことがなくって、うん、すごい珍しいなって思ったんですよね。なんかちょっと開けてみます。ムニさんはほぼほぼ食べちゃったちょっとこういう感じになってて、中がこう羊羹の中になんかちょっととろっとしたもちっとしたお餅なのかな。なるほど。ちょっとあれあれだね。ちょっと後で探してみます。これ、食べてないの、ね、うん、美味しそう。そうなんで、これの抹茶バージョンなんですね、うんうんうん、この緑の。ああ、なるほど。そうなんですよ。すごい珍しいお菓子、うん、やっぱりね、あの熊本の、うん、がこう有名なお菓子なんですね。美味しそう。そうそう、だからたくさん送ってもらって。そうなんですよ。まだあるんですよね。うん、ちょっとキャラメルはいはいはい、うん、これもね、真っ先に子供に取られました子供はキャラメル好きですからね。そうなんですよね。速攻なくなりましたね。おお、こう美味しそう、うん、あとはね、私ちょっと食べちゃったんですけど、はい、こういうこのお菓子食べました。これね、うん、僕これそう初めて食べたんだけど、最初味がしないと思って。おでもなんか薄くこう甘いような、うん、ね、うん、味がしてたくさんこう細かいクッキーっていうか、うん、私も初めて食べたお菓子で、ちょっとなんか開けてみますね。めちゃくちゃ美味しかった。これもそうなんですよ。なんか変わってる、うん、なんかなかなかないお菓子。そうそう、ちょっと私下手くそだなけど、いや、そうそう、こうやって入ってて、そう一枚ね、うん、しっかり味があるのかなと思ったら、あれ味がしないみたいな。すごい上品な感じなんですよ ね、 そうなんだよね。こういう感じで。そうそう、うん、ありがとうございます。ああ、これちょっと私後でちょっと食べる美味しいんですよ。あのコーヒー、私コーヒー好きで、そうコーヒーと一緒に食べたりして、うん、そうで、私ね、これちょっとね食べちゃったんです。あこれね、ちょっと中身ない。あ、これですね。うん、これもそう美味しかった。これ美味しいですよね。もうもろね、酒のつまみだった。これはうん、わかるわかる、癖になる味わいで、うん、そうそう、そう美味しかったですね。美味しかったこれも、うん、やっぱこの郷土料理を新名物に、うん、ちょっと私ね、熊本の、ね、郷土料理よくちょっと調べてないんでわかんないんですけど、こういう料理があるんですね、はい、からしれんこん。たくさん、うん、本当に送ってもらってありがとうございます。あとお米来た。お米ちょっと重くてそっちに、うん、あの見せられないんですけど。見せてよええー、これなんとか大きいのね、ちょっと、うん、いける。もうちょいもうちょい、ちょっとこんな感じですね。新米、新米ね、新米5キロのやつが、それが2つ入ってたから。あ、そうです、うちも2つね、アイリさんと1つ、はい、2つずつ。あとは10キロ、うん、そう、あとはこれですね、かわいいえ、俺の何色だったかな。くまモンの靴下が届いたんだけど、うん、私も靴下ですよ、これくまモンって書いてある。ちょっと後で確認してみますね。おお。そうそう、かわいくないですか。かわいい、かわいい。そうなんだ。あ、猫が来ちゃった、うん、そうなんですよ。これちょっとね、仕事をするときに履こうと思って、うん、早く動画を撮らなきゃと思って。そうだね、開封しないとそうだ、ね、そ食べれないし、もう我慢できなかったけどね、はい、もう気になりすぎて、はい、すみません、ちょっとね、猫ちゃんがね、うん、甘えん坊なんですよ。はい、大丈夫猫ちゃんの声は、はい、そうなんですよ。うちの子もさっきバタバタしてましたけど、はい、そう、こんな感じでしたね、うちに届いたのは。やった。さあ、ということで今日はね、あのこちらの、はい、贈り物を紹介させていただいたんですけども、はい、はい、本当にお米が、事務所からお米が届きましたって連絡来た時は、うん、めちゃくちゃびっくりして、うん、どのくらい届いたんだろうってちょっと分からなかったんですけども、うん、ダンボール2箱で5キロ5キロ、うん、違うか、うん、5キロ5キロでは10キロ10キロ届いたので、うん、はい、はい、本当に
あの気をつかせてしまって申し訳ございません。そうですね、はい、本当にありがとうございます。まあ本当に動画を見ていただいた方で、鑑定受けていただいた方で、本当にね、感謝の気持ちというところで送ってもらって、本当に僕たちもやってきてよかったなと、うん、はい、本当に感謝ですよね、うん、本当に、うん、ね、事務所も受けて、あのファンレターの受け取り先として設定して、うん、今までで一番大きいものが届いたんじゃないかなっていうぐらい。そうですね、はい、うん、本当にあのお手紙も何回か送ってくださったお客様で、うん、はい、そのお手紙もすごく毎回嬉しかったですよね、うん、そうですね、うん、まあ、全部大切に保管させていただいて、はい、まあ、本当にやっぱり事務所を構えて、こうやってファンレターとか本当にただ YouTube だけしかやってなかったのに、うん、こうやって受け取れるようになって、うん、本当にね、ちょっとずつだけども大きくなってきたなと思って。そうですね、うん、本当に、うん、本当にいいお客様との出会いが多いですよね。そうですね、うん、ありがたいことですよまたね、送っていただいたものを届きましたら、はい、あの開封動画にして、はい、届いたものを紹介させていただいて、はい、動画撮影させていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。さようなら。